どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、PayPay のね、キャンペーンが1周年記念の、ね、キャンペーンが、今回ね10月5日、ちょっとねまだ先なんですけども、一応ね、事前にね動画だけ出していこうかなと思って今動画を撮っております。で、10月5日から始まるキャンペーンなんで、まあちょっとね10月入ったらキャンペーンあったなぐらいね、ちょっと覚えていただけたらなと思います。で、それではね行ってみたいと思います。で、今ね、こちら PayPay のね、トップ画面で今、動画作ってるんですけども、10月5日から、丸1日だけねやってる、キャンペーンで、10月5日の、夜の、日付が変わった12時から23時59分までのキャンペーンとなっております。で、最大ね 20%で50回に1回の確率で全額戻ってくるっていう2つのキャンペーンをねやります。で、詳細だけね見ていこうかなと思います。で、キャンペーンの内容なんですけども、 PayPay 残高で支払うと 20% で、こっちも 20% で、この違いなんですけども、まあね、あんまり気に調べたんですけど、そこまで気にしなくていいかなと思うんですよね。このこっちはですね、コンビニとかが入ってきて、まあこっち、即時充填っていうのはこっちに入ってきて、まあ、こっちも、このキャッシュレスのねマークがついているところは合計 20% ということなんで、まあ、気をつけていただきたいのは、お店でねこのマーク、このマークはね10月1日以降で、このマークがついているお店だったら、まあ、基本的に 20% のね、キャンペーンね乗れますので、そこだけ、覚えておいてください。で、この PayPay 残高で支払わないと、この 20% っていうのが、もらえないんですよね。じゃあ、この PayPay 残高で払うにはどうするかっていうと、PayPay って、チャージの仕方がありますよね。セブン銀行などで、チャージする方法とか、銀行口座でね、チャージする方法ありますよね。そういう、現金で、チャージする方法っていう方法じゃないと、この PayPay 残高っていうのは、まあ、基本的には入金できないので、そのもちろん今まで使ってきて、そのキャ、なんていうんですか、ポイントバックでもらっている PayPay 残高は対象なんですけども、クレジットカードをね登録して支払ったりするとキャンペーン対象外なんで、これなんで説明してるかっていうと、その去年ね始まったばっかりの時は、このクレジットカードね、別にどのカードでも対象だったんですよね。で、もう今最近やってる PayPay のキャンペーンで全部他のクレジットカード対象外なんですよ。ですので、ちょっと私みたいにね、スーパーでね、あ、 PayPay の残高足りないっつってクレジットカード決済したら、見事にキャンペーン対象外になって、何やってんだみたいな話に一回なりましたんで、まあ、そういうのだけねちょっと気をつけてください。ですので、基本的に PayPay の残高で 20% 還元っていうことだけね押さえておいていただけたらなと思います。で、 Yahoo カードって Yahoo Japan がね発行しているクレジットカードを持っている方でしたら、まあ、同じようにね、まあ、ちょっと 1% は下がってしまうんですけども、こちらだとクレジットカードができる、払いができるっていうことですので、まあまあ、私のおすすめとしては、まあ、20% ねせっかくもらえるんだったら上の方がいいかなと思います。ですけども、まあ、Yahoo カードで支払いたいっていう方はね、19% には落ちてしまうんですけども、 Yahoo カードに限ってはクレジットカードの支払いができるようになっております。で、でね、付与上限なんですけども、5000円で1000円返ってきます。1回ね5000円で1000円で、5000円をね5回すると、2万5000円になりますよね。そうすると、全部で5000円返ってきます。ですので、まあ5000円を1回使うか、まあ、5000円を何回か使うかで、まあ、5000円5回で2万5000円ですよね。それで、マックス取れるっていう感じですかね。で、まあ、こっちも一緒ですね。で、5000円、1000円が限界なので5000円で1000、5000円で1000円、2万5000円、5000円5回2万5000円で、その日の限界分5000円がもらえるっていうことですね。で、この消費者還元補助っていうのがですね、
10月1日から始まるんですけども、まあ、これがね月2万5000円って1人決まってますので、1日からね5日までに使い切らなければあんまり気にしなくてもいいので、まあ、そこまでね気にしなくていいかなと個人的には思います。でこのキャンペーンとは、別にねもう1個キャンペーンがあって、で、PayPay 残高もしくは Yahoo カードで支払うと50回に1回、10万円最大10万円が返ってくるっていうもので、まあ、50回に1回なんで、まあ、これもう完全にヌルエットなんですよね。その50回支払ったから絶対当たるっていうわけではなくて、毎回50回に1回抽選されて、その中の1回が10万円みたいな感じなんで、まあこちらね当たればいいやぐらいでね思っていただけたらなと思うんですけども、やはりちょっと狙いたくなっちゃいますよね。せっかく10万円返ってくるかもしれないんだったら、まあ狙うのはありですよね。私も多分なんか買うと思います。でもう一つですね、10月の、こちら5日からなんですけども、こちらね10月の4日から、ユニクロとペイペイがね、一緒に始めるキャンペーンですね。PayPay でヒートデックを買うと1枚無料ということで、まあ、これがね冬のシーズンになってクーポン使ってね2枚買うと1枚分無料になりますっていう、キャンペーンですね。で詳細はねまだ発表されてないんですけども、まあクーポン配られて PayPay で支払うともらえるみたいな感じになるかと思います。でもう一つですね、広告音プラス PayPay、こちらもですねまだ詳細、出てないんですけども、まあ、4週間連続で、広告の対応している、コーラの自動販売機でジュースを買うと、100円以上のものを買うと100円毎週戻ってくるということなんで、最大で4回ね、400円もらえるということになりますんで、まあ、毎週ね100円戻ってきますんで、まあ、毎日ね自動販売機でジュース買いますみたいな人は、積極的に狙っていった方がね、まあ、全部で400円ね、ただジュースみたいな感じになると思いますので、ぜひね狙ってみてはいかがでしょうか。まあ、今回は、PayPay のね、1日限定の感謝デーを、紹介させていただきましたけども、これはね本当に10月5日の丸1日だけやってるキャンペーンなんで、もしね、大きい買い物控えている方はね、ぜひこの日を狙って大きい買い物するだったり、5000円の買い物を5回するだったりね、まあ、最大限取れればね取っていただきたいなと思いますので、もし分けれる決済だったら、5000円を5回やると、一番、何ですか、還元率が高くなりますんで、利用できそう、分けてね決済できそうな方はねぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。まあ大きい買い物をしてね、この右側の50回に1回ね確率で全額キャッシュバックを狙うのももちろんありだと思います。まあ私もねちょっとこの50回に1回の確率の10万円、まあできれば狙っていきたいなって思ってる次第であります。それではね今回は、10月5日から始まる、PayPay のね新しいキャンペーンを紹介させていただきました。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。